どうも歴歴史歴史くんでございます1月25日今日の歴史本日1月25日は菅原道真さんが左遷された日でございます。菅原道真さんというと、う全国に道真さんを祀ってる天満宮がありますし、あとは受験生の味方、学問の神様としておなじみですね。まずは菅原道真さんの左遷のことがなんとなくわかる相上を作文です。未曾有の出超憎まれ残念さ 目にも 音量はいこんな感じでまとめてみました菅原道真さんは平安時代の前期のお方ですねでかなり身分の高い公家さんかというとそういうことではなく中流階級のお家さんですねなのでなかなかガツンと出世する機会っていうのは少ないはずだったんですけども菅原道真さんはもう異例の出世を遂げてるんですねなぜかというと宇田天皇にに非常愛愛されれ可愛がられるんですよ、まあ、実家が学者学問の家柄というのもありますし あとは監視も得意だったし和歌も小倉百人一首に選ばれてるぐらいですからまあとにかく頭の切れるお方だったんですねでそれに加えて宇田天皇が朝廷を牛耳っている藤原氏への対抗というのもあったみたいですちなみに宇田天皇をルーツとする武家も結構いまして近江に多いですね観音寺城の六角氏麒麟が来るだとねナレーションでスルーされちゃいましたけどあとは六角氏と遠い親戚になる京極、えー、家とかね京極高継が大津城の戦いで関 の時籠城戦繰り広げたりでその松江が丸亀城のお殿様になって江戸時代藩主務めてますねあとは戦国好きの中で結構ファンの多い天御家ね合算とダジョウ尼御家も歌源氏の流れですねさあ話はね菅原道真さんに戻しまして道真さんは宇田天皇が上位して宇田上皇になった後もですねかなり高いポジションにいるんですよ宇田上皇が上位して天皇に即位したのが第五天皇ですね第五天皇の時に菅原道真さんは宇田陣にまでなるんですよ打 ってこれが臨時のポジションで一番上で次が常設常にあるポジションで左大臣その次が右大臣ですからこれは本当と未曾有の出世ですよ で、ちなみにその、醍醐天皇っていうのは、わらび餅が好物で、好物すぎて、わらび餅に、大悟っていう位を上げちゃったみたいな言い伝えのあるお方ですね。で、大悟と聞くとね、五大悟天皇となんか関係あんのと思う方もいらっしゃると思うんですけど、五大悟天皇というのはね、鎌倉幕府を倒して、兼務の申請をしたけども、鎌倉幕府を倒す時に貢献してくれた足利高氏と対立して、南北朝時代が始まった。その時のね、天皇ですけども、五醍醐天皇は、 時の政治が理想だなということで後醍醐と名乗ったという風に言われておりますさぁでまた、えー、菅原道真さんに話を戻しましてやっぱ異例の出世をした人というのは非常に妬まれますよね憎まれますよねそうなんですよライバルであった佐大臣自分より一個上のポジションの佐大臣の藤原の時平この方がですね菅原道真が自分の娘向こうを次の天皇にしようとしているっていうのを第醐天皇に告げ口するんですよですると大 介護天皇はそれまで菅原道真で信頼してたけども藤原時平がそんこまで言うならじゃあそうなのかなっていうのでついに菅原道真さんを左遷するごとに決定したんです。場所は 九州、太宰府です。そして道真さんは太宰府にいて、そこで失意のうちに亡くなったという風うに言われております。ただその後、京都では天変地異が連発するんですよ。洪水、長雨、伝染病。長雨があったと思ったら今度は干ばつですよ。で、その後、第五天皇のお子さんである安明神皇が21歳で亡くなってしまったり、しかもこの安明神皇のお お母さんが藤原の時平の妹なんですよ。これを受けて第5天皇は菅原の道真さんに太宰府行きを命じた書状を破棄して、で、道種さんの名誉を回復しなきゃというので、一回外してた右大臣に再びポジションを戻すんですよ。ただそれでも天変地位は止まらず、今度は平安京の代理、清涼殿ってところに雷が落ちたんですよ。で、死者多数。で、その中にですね、藤原の清蔵さんっていう方がいて、この方は太宰府にいた 菅原道真の監視役だったんですよなんかつながってきますねそしてさらにその事件に心を痛めた第5天皇がそのわずか3ヶ月後に亡くなっちゃうんですよなので世間はこれは菅原道真の呪いに間違いないとあの人は雷神雷の神になったんだなんていう噂が広まったんですよなのでしっかり神様としてお祭りしましょうっていうので京都に作られたのが北野天満宮ですねでちなみに菅原道真がルーツだっていう武家も 結構あって例えば加百万石の祖と言われる前田利家さん実は菅原一族の末裔だっていう風に言ってるんですよね。だから、前田利家の居城だった尾張の荒小城のとこには天満宮が祀られてますし、あとは家紋もね、梅鉢門ですから、これも菅原の道真がルーツの家紋ですからね。あとは私番組のロケで行かしてもらった山形県の鶴岡市、だか,かつて庄内藩ですね、鶴岡城があった場所、そこの庄内藩の藩士に すげえ、サネヒデさんっていう方がいるんですけど、この方、幕末明治に活躍された庄内藩士なんですけど、その方もまたね、菅原道真の松江っていう風に言われてて、菅原の菅から一文字取って苗字にしたみたいです。その方の松江が鶴ヶ岡城の城下町に住んでて、で、そこにロケ行かしてもらったら、一般公開もしてるんですけど、庭園のところに天満宮がね、祀られてましたよ。ちなみに庄内藩は、母辰戦争の時に新政府軍、特に薩摩に攻められるんですけど、攻められた結果、降伏をして、領地を一回没収されるんですけども、最後 さんが非常に寛大な処置をしてくれたおかげでもう1回復活すするんですよね庄内藩で庄内藩の方々は攻めた側の大将である西郷さんに感服して明治時代に薩摩鹿児島の方に留学生を派遣して西郷さんのもとで勉強してるんですよでその後西郷さんはね西南戦争でお亡くなりになってしまいますけども大日本帝国憲法ができた時に西郷さんの名誉を回復しようっていうので西南戦争で朝敵になった罪がね許されたんですよでそのタイミングで庄内藩の方々が菅実秀さんの屋敷に集まって西郷さん さんってこんなこと言ってたよなこんな名言があったよなっていうのをまとめたのが南州をいくっていうものなんですよこれ現代語訳されて今も販売されててそれがあったからこそ今我々が西郷さんを知ることができるとなんかめっちゃ話それた感じになりましたけどまあ、だから菅原道真さんの末裔とされる方にもそういった書物をまとめるような学者派な部分が伝わっててなんと西郷さんともリンクしてくるっていう不思議ですね歴史って面白いなあそうだ最後にね現代社会に役立つかもしれない歴史の一言こちらです批判も 嫉妬だと思うと、楽。もうこれはそのままの意味ですけど、菅原道真さんも、出世して、妬まれ、憎まれ、暴略によって、左遷され、ということですけども。まあ、それとは全然私は比べ物になりませんけども、まあ、こうやってね、人の前に顔を出す職業やってると、いろんな声が届くわけですよね。ただ、楽しくて好きでね、喋ってるだけですけど、まあ、ご批判の声もたくさん届くわけですよ。で、的確な批判も,もちろんね、あ、 そうしなきゃいけないなとか、そっかそっか、その説もちゃんと説明しなきゃなとか思うけども、そればっかり受け入れてるとね、心疲れてっちゃうので、いい意味でよ、いい意味で、これは嫉妬の一個かなと思うと、気持ちが楽かなと思っております。以上、1月25日、今日の歴史でした。今日も一日、頑張っ、歴史。